こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。というわけで公式戦です。今回は6位の武蔵野ホーネッツですね。どんなチームなんでしょうね。そんなに強くないかも。とはいえ、油断は禁物です。スタジアム移動しましょう。2位なんで何としても勝たねばなりません。ちょっとカナの調子が落ちてきた。さあ、 N1 リーグ公式戦第13戦ですね。すでに キックオフです。おっと、ゴール前上げた、チャンス、右左よけ、左外れた。さあくるみ、これはさすがにファウルだ。おっと、横に抜けたが、これは決まらない。シュートが、これはパンチングで防がれた。さあバドエル抜け合えた。おっとゴール前、お、危ない。さあ川上センタリング、まどかが食らいつくが危ないですね。相手も巧みです。さあ縦をせパス、縦パス、彩香がクリア。さあピンチが続きます。早い。おっとコーナーキックになった。前半終了です。中盤の疲れが非常に激しいです。これはまとめて変えた方がいいですね。まなみとみゆきを変えましょう。さあ思い切って勝負入れます。後半戦、
かの展開。まだですね。おっと、イエローカード、緑が食らってしまいました。確実にプレッシャーが与えられていきます。さあ、ゴール前、危ない。なんとかこれを防いだ。少ないチャンスを、で、何としても勝ちたい。さあチャンス。おっと、しかし緑が抜け出し先取点だ。さあ今バックに回ったとこを緑が見事に抜けて、さらにドリブルもさすが。いいですね。さあこのリードを守りきりたい。さあちょっと、さすがサッカー、動きが早いです。オフサイド。さあ、ここまで抜け出したが、突きがしっかり取りました。これはナイス。2位ですね。リマス大阪が首位です。
まず今回は、勝ちました。次回ですね、チェスと鹿児島、これが最下位ですね。なのでメンバーを伺いながらしっかり、勝っていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画は最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。